馬娘って史実の馬をここまで再現してたの？に対するみんなの反応。うおっかイケメンすぎる。やえめろこんなに可愛い顔だったのか。暴れるから引退式できない上に、引退レースで放馬しちゃうやつとは思えない可愛さだよな。やえのとよく似てる言われるバンブー。パーマーはすごい個性的だな。誰よ、その女。ユニラテラルです。ウオッカ大好きなレッドディザイアがウオッカのポスターを眺めてるとき、ウオッカはアイランドでユニラテラルとイチャイチャしていた。ウオッカはイケメンすぎて同じ牝馬から求愛されたらしいって話納得しちゃう。こうして見ると優勢の再現頑張ってるな。グラスの星の中の点まで。綾部さんのママは優勢にするのかそばかすにするのか気になる。逆にマヤとダスカとスイープ鈴鹿みたいに、派手な優勢あるがデザインではカットされてる娘も多い。馬ゆるでグラスが被ってた優勢プリントのキャップは、結構なしのぎになると思うんだよね。優勢キャップは確かに欲しいわ。わかる人にはわかりやすく、それでいて普段使いにためらわれることがない程度に、オタク臭くならないいい記号だよね優勢。パーマーの優勢の落とし込み方が何度見ても完璧だ。ホイザの親譲りのヘッチョイ優勢俺は好きだよ。現役時代のダスカとか青い面子つけてて優勢見えないしな。鈴鹿みたいに髪飾りで優勢再現してたりするし、やっぱり絵師のセンスなのかな。優勢がどれだけイメージにあるかとかかな。会長なんかかなり誇張された優勢してるし。カフェはアホ毛になってるね。ターボとかメンコに髪色まで侵食されてる系だけど、ツインターボっていつもメンコしてたから素顔見たことないんだよな。ビルシーナはずっとメンコしてたから、優勢の印象ないけどがっつり反映されてるな。まあ優勢再現しなきゃいけないわけでもないしな。マベさんとかクリゲですらないぞ。まだ実馬を知らなかった頃に馬娘のアニメを見た後、原作 L を見て俺は驚いた。マヤの優勢は勝負服のお腹丸出しのとこなのか。ああ確かにそう見えないこともないな。メンコはたまにメガネになる。ドットさんのプニプニお花を髪の先端をピンクにして再現してるの好き。かぶれてるから赤くなってるんだっけ？かぶれてるというかハゲてる。個人的にパーマーの落とし込みもすごいと思う。元の形を立体的に再現してる。ラインクラフト来たらどうなるのかな。優勢で思い出したけど、今度の朝日杯フューチュリティステークスに出走予定のエンヤラブフェイスくんに注目していただきたい。優勢がめちゃくちゃ可愛いのです。あまりに見事なハートマークでこれは確かに可愛いわ。ソララブフェイスって名付けるわって感じだ。無名の子たちまでくまなく探したら、スペード型やクラブ型もいそうな気がしてきた。ダイヤ。ワスデにいるんだったな。でもそうするとキングの取り巻きになりそう。そしてケンシロウにやられそう。地方だけどトレジャースマイルもなかなか。サンデーサイレンスの優勢キャップはかっこいいよね。今もノーザンホースパークのショップで売ってるはずって思ったら売り切れてた。スーパークリーク号の途切れ途切れの優勢を三つ編みに落とし込んでいるのな。髪、ほどいたことがないのだろうか。あのアレンジはオシャレで好き。グランアレグリアは6になるのか。クラちゃんの優勢がティアラ、王冠みたいなのマジだったのか。知らなかった。最近感心したのはブラメンテ、馬娘になったらどうなるのか、楽しみなのがコントレイル。もしもし君は髪飾りが受話器みたいになるのかな。グラスちゃんのドット抜け優勢控えめに言って好き。イクイノックスやオーケンブルースリの白面流星も好きよ。シリウスの流星をカブトガニといったやつ、それにしか見えなくなったので絶対に許さんぞ。まあ見事なカブトガニだからな。シリウスカブトガニ。せめてシンボリは入れてあげて。2歳馬だとアドミラルシップの狂気を感じるような流星好き。活躍に期待。ペンキを適当にベシャーっと垂らしたみたいですごいな。
ブルボンの優勢、馬娘だとどこ行っちゃったんだろうなーって思ってたけど、もしや頭のとんがりパーツがそれなのか？とんがりじゃなくて鈴鹿さんと同じカチューシャタイプかと。たる前も額とは別に鼻のあたりが白いのを、前髪で再現してあるのはうまいなと思った。足毛の子にも優勢ってあるんだろうか。あった場合も最終的に真っ白になって同化するのか？ゴルシとかよく見てみると、幼少期の優勢が残ってたりする。比較してみるとわかりやすいよ。確かに顔の真ん中から鼻にかけて、うっすらラインが見えてるわ。やっぱ毛色が変わっても下地はほぼ生まれた時のままってことなんやね。馬娘の中ではオグリキャップにあるし、事実現役時代のオグリキャップ号には星が見えた。鈴鹿さんかなりご立派な優勢あるけどスルーされてるのよね。あったら結構印象変わっちゃいそうだけど。カチュシャに置き換えてるタイプよ。綾部さんなんかは勝負服のネクタイに置き換えてる。優勢といえばやっぱお重の優勢かな。面子かぶってるからわかりにくいけど、毛筆で書いたような優勢がかっこいい。面子外すとおっかの優勢を一回り大きくしたような荒々しい優勢よね。どっちもかっこよくて好きだわ。どっちもイケメン。逆にエールちゃんのバラ一輪って言われてる優勢はおしゃれで可愛い。打ち上がる火球のような優勢って表現をどっかで見た。こういう優勢のパターンは別に遺伝とかではないらしいのが不思議だよな。ルナちゃんは優勢もかっこいいよな。パーマーの優勢は落とし込みも上手だけどおしゃれで好き。マジでパーマーの優勢デザインは天才だと思う。里のダイヤモンド号のは本当に綺麗な菱形で最初見た時感動したな。タンホイザといえば前提のビクトリーマークの優勢が有名だな。いや、優勢というか顔全体が優勢になって、真っ白の白面ってとても珍しい毛色なんだけど。チェリーソーマは白い仮面かぶってるみたいで異様な雰囲気だけど、こっちは顔の皮剥ぎ取られたような白でなんか怖いな。ドトメとの写真集で、ドットさんの模様は一般的には柵と呼ばれてるって書かれてたけど、ここではみんな優勢呼びよね？正式名称は柵なんだろうけど、競馬民は優勢呼びの方が一般的なの？星。グラスみたいな額にあるやつ。優勢。星が鼻方向に伸びたやつ。柵。額から鼻まで骨筋に沿ってるぶっとい優勢。大まかに言うとこうらしいよ。登録ではちゃんと分けなきゃいけないんだけど、一般的な会話でいちいち使い分ける方が稀なので、全部ひっくるめて優勢という俗語になる、そういう単語いっぱいあるでしょ。優勢キャップはマジでかっこいいし売ってほしい。最近日光がきつくてのつるちゃんの小さい優勢が元になってる短い前髪好き。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。